水の鶴がついたアールスネロ。一本の鶴に一つの実しかならないように栽培される高級品種で、贈答用として人気があります。ジューシーでさっぱりした美味しさだと思います。 JA 茨城朝日村アールスメロン部会長の井出洋一さんの農業用ハウスでは、直径14センチほどに育ったメロンを収穫しています。